牛の彫刻がなされたアフリカの木製レードルシルプール遺跡で出土した鉄製のレードル様々なお玉尺紙がかけられた調理用ストーブお玉尺紙とは食物を救うための調理器具の一種玉尺紙または単にお玉とも言う本校では西洋料理に由来するレードルや中華料理の鉄尺や油尺についても述べる柄の先に半球状の部分がついた道具で 料理をかき混ぜたり、食器に移したりするため用いる。貝殻に木の柄を取り付けて使ったのが起源と推測されている。焦燥院には貝に柄を付けた尺種の原型となった道具が収められている。サイズや材質、デザインは極めて多様。材料としては金属や合成樹脂、メラミン樹脂、シリコン、木、竹などがある。香辛料を多く入れるカレーなどには、 洗っても匂いが残りやすい、合成樹脂製や木製は避けた方が良いとされる。山形県には生地を板屋街の形に削り、それに妄想地区の柄をつけた、庄内弱子と呼ばれる民芸品がある。半球が横向きの累積状になった形のものを、横レードルと呼び、次のような特徴がある。中華料理で用いられる鉄製の鉄尺は知るものを、 移すだけでなく炒め物の調理にも用いられるため、柄は長く、調理人が先端の半球状の部分の容量を把握することで、軽量カップのように用いる機能も果たしている。先端の部分が網状になっている網弱子もある。中華鍋を使った炒め物をかき混ぜるために用いられている鉄尺。ありがとうございます。